これはですね、秘釈童子というそうですね、まあ、子供がですね、秘釈を持って、お参りに行くと、まあ、そこにお金とか食べ物を入れてくれて、伊勢神宮参りができたという故事にちなんで秘釈童子、あるいは犬の大三というのもあったようですね。